安陽市は中華人民共和国河南小西北部に位置する地球市。平均気温は13.6度、地積は平地で、井戸は東京とほぼ同じである。西には太閤山脈がそびえ、そこから流れる川が河北省華丹市との境を流れる。中国七大ことの一つである。同じ国の都であった鄭州を加えると八大こととなる。 約3300年前の正代後期の都で、中国古代王朝の一つである陰の時代の遺跡、陰居があり、ヒエログリフ、設計文字と並び世界三大古代文字の一つに、数えられる、甲骨文字が大量に出土している。安陽市には四誌か区、一研究、市、四県が設置されている。平原省安陽市平原省安陽腺区科難省、安陽市科難省安陽腺区科難省。 安陽地区河南省安陽市河南省安陽市北京から南西に約5 0 0トルの位置にあり京高線安陽駅利用で約6時間北京西駅から京港旅客専用線の石竹市旅客専用線安陽東駅利用で最速約2時間20分であるまた中心市街東部を京多摩高速道路が通過している工業面では 中国最大のカラーブラウン管工場があり、農業は穀物類、綿花、ピーナッツなどの生産が盛んである。年間そこ生産1000万トンを超える愛用鋼鉄集団に代表される重工業も発達する一方、中国でも最大規模にまで悪化した環境汚染に悩まされてきた。2010年代には市当局の規制により各企業は 環境対策を講じるようになっている。日本人観光客が比較的多く、少林寺へも日帰り圏の距離にある。ウィキメディアコモンズには暗陽史に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。